100% 粗利を保証して店を休業する。私はこれをやると言ってます。第三世っていうのは私それをやると言ってます。もともとは去年のその自民党の若手議員がそれ提唱したんですよね。それを無視した結果が第四波招いたと言っても過言ではありません。はい、みさこちゃん。ファミリークライです。今日はですね、去年のちょうど今ぐらいは、緊急事態宣言、発出して、それで、もう、動きに制限が加えられてました。結構ね、初期の頃だったんで、毒性が新型肺炎強かったんですよね。なので、それでもうみんな、どうしようかという話になって、それでは緊急事態宣言、非常に、緩い、諸外国に比べると非常に緩い、その外出の、その、禁止の自粛でしたよね。自粛を要請したというふうなことになりましたけどもね。でですね、その去年の今ぐらいに、その緊急事態宣言出したので、一人10万円の、その一律の定額給付金出しました。支給しました。でですね、定額給付金なんですけども、私はというか、ほとんどの人やった方が良かったというふうな、ことだと思うんですけどもね。ただ、これにイチャモンつける人もいるんですよね。例えば、いや、消費使うために出したのに、消費じゃなくて貯蓄金回ったんじゃダメなんじゃないかという人がいます。しかしですね、私はもう先立ての動画でも言いましたけども、いや、貯蓄に回ってもいいんだと。むしろ金持ちなんて、金持ちなんて別に10万円もらったって嬉しくても何ともないから、貯金するわよ。するよと。で、いわゆる金持ちじゃない、いわゆる低所得者層ですね。使うじゃないかと。それはそれでいいんだよと。一律でやったのも、そんな、それで動きを止めてくれという意味合いで、10万円出したんだから、一律やって良かったんだよと。いうふうなことで、貯金増えたって全然悪くはないですからね。貯金増えても全然悪くはない。あたかも貯金が増えることが悪だというような腐った連中。私、そういう連中も腐った連中って言いますけどもね。そういう腐った連中、やっぱりいるんですよね。でですね、今日はですね、昨日の日本経済新聞、今日は4月16日金曜日、この4月15日に、発売された日本経済新聞の5面です。5面なんですけども、その去年の一律定額給付金の動向が家計簿アプリを使って分かったということなんですよね。でですね、結構、読んでいきます。読んでいきます。ですね、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、政府が2020年4月に決めた1人10万円の現金給付が、消費行動をどう変えたのか、出費を自動で記帳する家計簿アプリを使った分析がまとまったと。で、高中所得層では大半が貯蓄に回ったと見られる一方、今言いましたよね、私。そりゃ金持ち、年収1億とかそれぐらいもらってる人、10万円もらったって、彼らにすれば、はした金ですからね。特に使い道なかったら貯金するかって話になりますよ。低所得者層では他の所得層よりも消費への波及効果が 1.5 倍大きいことが分かった。だから 1.5 倍、その、お金持ちの人たち、よりも、その低所得者層の人たちが、1.5 倍。多く使ったということなんでしょうね。お金持ちの人たちと比べて。で、同額の予算なら対象を絞った給付の方がより効果的であることが実証的に示されたということです。実証的に、対象を絞った給付の方がより効果的。金持ちにやらないで、その、低所得者層の人たちだけ、やればよかったんじゃないかと。いうふうな話ですよね。ただ、あの時というのは、緊急を要するということもあったし、第一、そんな、また揉めるでしょ。揉めて時間が遅れるというのが嫌だったんですよね。だからもう一人一律、もう10万円バーンってやると。賛否両論ある5万円バーンってやると。というふうな決断だったんですよね。それはそれで私は正しかったと思います。正しくないのは、その後一回も定額給付金を支給してないということです。これは後ほどまたお話ししますけどもね。マネーフォワードと、早稲田大学で、オーストラリアのクイーンズランド大学の研究チームが、その事前の同意を得た23万人分の、
データを使ったんですね。まあ23万人ですから、まあ多いっちゃ多いって感じですよね。でですね、非常に、興味深いことが書いてあります。所得増は、消費増は、給付日から、その、一律のその10万円給付された時から、数週間確認できたと。で、統計処理で給付金の影響のみを試算すると、ネット決済の、履歴などから明確に消費に回ったと判断した分は、一人当たり6000円相当だったと。うん、で、ATM 引き出した分も消費に回ったとして合算すると、1万6000円相当。親族などへの送金なども含めた全体の取引が2万7000円相当だったということです。うん。だから、こういうことですよね。ネット経済、ネット決済の履歴、まあ、ネット決済の履歴からなんで、まあ、ネット決済だけしか使ったわけじゃないですからね、引き落としたりとか、あるいは送金だとか、そういうふうなのもあるんで、まあ、合計すると、ま、大体全体の取引が、2万、まあ、1人当たりですよね。1人当たり、2万7000円相当だったということです。うん。まあ、当然、10万円全部使った人もいるし、10万円全部貯金に回した人もいます。しかも、数週間ですからね、まあ、読んでいきます。でですね、所得別に4つに分けると、年収236万円以下の低所得層だけ、消費の増え幅が特に大きく、他の層と比べて 1.5 倍だった。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。やっぱり低所得なんで、そこに10万円パーンってきた。結構大金ですよ。なんで、それでまあ今までまあ、買いたかったものを買うだろうし、あるいはまあ、税金払うだに、払うだろうし、払うとか、あるいは、まあ、まあ、もうちょっとワンランク上の、食事しようとか、まあそういうふうなことを考えて、それでまあ、その低所得者、低所得層の人たちは、まあ使ったんでしょうね。貯金に回さず。で、まあ、所得でですね、それ以上の所得がある層は、ほとんど、貯蓄に回したと見られると。その236万円以下ですよね。ただ、ここで注意書きがあるんですよね。所得だけでなく、預金などにすぐに使える資産が乏しい人も消費増が目立ったということなんですよ。だから、これまとめると、まず236万円以下の人、あとはそれ以上の、収入があっても、貯金とかすぐに使える資産がない、乏しい人は消費すると。消費が増えたということです。それ以外の人は、その236万円以上で、いや、今、貯金、まあ、結構は、まあ、まあ、現物、まあ、現金結構あるし、まあ、そんなに、まあ、気を寄せないからっていうことで、まず、貯金に行ったということなんですよね。でですね、ここで、だから、最初の方に言いましたけども、じゃあ、これ年齢、その年収の制限かけたから、良かったんじゃないか。良かったんじゃないかという話ありますよね。例えば、日本では今1000万人以上っていうのが全体の 6% しかいないんですよね。年収1000万円以上の人っていうのは全体の 6%。で、年収が500万円以上の人っていうのが全体の 30% しかないんですよ。だからね、年収500万円未満っていう人が全体の7割なんですよね。なんで、まあ、500万でまあ、区切る。まあ、あるいは600万でもいいです。まあ、1000万でもいいです。1000万でも区切ると。そういうふうに、年収別で区切った方が良かったんじゃないかという話があるんですけども、この記事だと、まあアメリカはそうやってるんですよね。アメリカはそうやったんですけども、日本の場合は、個人情報保護の観点から、納税情報を現金給付に活用することが難しい仕組みらしいんですよ。だから、まあ個人情報盾に、年収分からないようにするというふうなことなんでしょうかね。分かりにくくするというようなことなんでしょうかね。だからそれで時間かかるよというふうなことなんでしょうかね。で、まあそういった、家計簿アプリのような民間データを政策立案に活用する取り組みは今後加速する可能性があるが、それを活用して必要な人にピンポイントで支援策を届ける体制をどう作るかという議論も必要になるということですね。先月ですかね、3月でしたっけ、子供世代の、持って、まあ、お子さんがいるそういった世帯に対して、一律5万円支給すると、もう支給されたんですかね。あれからちょっと話聞かないんですけども、まあ、やると。で、その前に、もういろんな人が、例えばよく私が言う自民党なのかな、まだ。今自民党なんですかね。細野豪志さん、細野豪志さんが、まあ、菅さんに、直談判しましたよね。一律、15万円、
支給しようと。支給してくれと。いうふうな直談判しました。あと、いろいろな人が、現金給付した方がいいんじゃないかというふうなことを言って、それで、その時っていうのは、低所得者層に限ってそれやった方がいいんじゃないかっていう議論だったんですよ。で、私はまあ、先立ての動画で、じゃあ、低所得層の、という人たちの、その、定義は一体何ぞやと、早く決めてくれよ、というふうなこと言ったんですよ。そうしたら、まあ、とりあえず、子供世帯、子供がいる世帯に、まあ、限るということになっちゃったんですよね。でも一人の、例えば若い女性でも一人の若い女性、一人で暮らしてたと。苦しくなった人だって5万といるんじゃないですか、今回の、新型肺炎によるその経済ショックで。5万といるんじゃないですか。その人たちは救済できないんですよね。その、まあ、給付されなかったんですよね。なんでそういうふうに、まあ、収入で、例えば500万円以下の人だったら、まあ、一律15万円やると。600万円、500万を超えて600万円以下だったら、まあ、10万円と。で、600万円超える人たちに、600万円超えて、それで、1000万円以下の人っていうのは、例えば、5万円とか。で、それ以上はもうあげませんよとか。そういうふうなことを、まあ、やれたらやった方が良かったんだと思うんですけども、今言ったように個人情報盾に、それでまあ、現金給付に活用することは難しいらしいんですよね。だから、ここら辺ですよね。どういうふうにするのか、ということです。で、もしこれが難しいからダメだという話じゃないんですよ。もし難しかったら、もう一律しかないです。どんどん貯金に回してください。お金持ちの人、金持ちの人、どんどん貯金に回してください。で、お金少ない低所得層の人は、ガンガン使ってください。もうそれが一番いいです。それが一番早いです。一番手っ取り早い。でですね、そういうと、じゃあ金ないからどうすんだみたいなこと言う人がいるんですよ。いや、ありますからね。お金なんてガンガンありますからね。まだまだ、インフレ率マイナスですから。インフレ率マイナスですから。どんどん節約まだできます。十分あります。だからまだまだね、現金給付、やらなきゃいけないと私は思います。まあ今、大阪非常に危険な状態になっています。東京もこうなる、どうなるかわかりません。なんでね、オリンピックが中止になるぐらいひどくなったんであれば、現金給付しなければいけませんよ。あと大阪ひどいんで、ロックダウンした方がいいとかっていう専門家の方いらっしゃいますけども、もしそれをやるんであれば、必ず 100% 粗利保証です。100% 粗利保証して店を休業する。私は、これをやると言ってます。大賛成っていうのも、私それをやると言ってます。もともとは去年のその、自民党の若手議員が、それ提唱したんですよね。それを無視した結果が第4波招いたと言っても過言ではありません。いや、本当に安倍政権、で今回の菅政権、本当にぐだぐだ、菅ぐどん政権になってますよね。今もうアメリカに行ってるんですかね。日米首脳会談やるみたいなこと言ってましたからね。やはり正攻法を無視し続けた結果だと私は思ってます。100% 粗利保証しない。消費税廃止しない。そして一律定額給付金も一律ですよ。一律全員にやらない。その結果、また第4波とか、今、猛威を振るっているんだと思います。だから政府分科会の、尾身さんだとか、尾身会長だとか、あと、医師会の方とか、そういう人たち、声を上げるのもいいですけどもね、こういった経済事情のことをガツンと、正攻法やれとガツンと言わなければ、国民はもう誰も見向きもしませんからね、本当に動きを抑えたいんであれば、この3つ。押さえてください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。